太郎です。今ちょっと時間だいぶ過ぎてますが、朝から頑張りたいと思います。さあやるぞ。3DS のね、録画するのってすごい大変なんですよね。みんなどうやってるんやろうな。誰かいるかな。お、アマチュア2部マイさん。あ、もうこの人と読何回対戦してるかっていうぐらい対戦してますね。さあ、アマチュア2部、あれ、この間プロディビジョンに上がってた人なんですけどね。ちょっとお帰り対戦しますですね。どうやら落ちてきたみたいですね。落ちてきたっていう表現ちょっとあれなんですけど、どうやらお帰りという形ですね。僕、妻がねすごい混乱してるんですが、僕が落ちたわけじゃなくて、対戦相手の人があれですね、ランクが下がってきてくれたと、下がってきてくれたって表現も変なんですけどね。しかしちょっとこれは分が悪い。ああ、ちょっとこれ厳しすぎか。1本目はねちょっと取られました。すごいね、もう速攻をどんどん仕掛けてくるタイプのやり方ですね。負けじと頑張りたいと思います。これは非常にいい形ですね。いいですよ。ちょっと紫がない。この発火むずいな。9連鎖がちょっとでかいな。負けたかもしれないですね。6、7、8。あ、でかかったな、向こうが。あのカピバラさん、かわいい。いやー、ちょっと向こうの9連鎖は大きかったですね。まずいっぱい。できたら連鎖。もーちゃん、カピバラがいる。ちょっと来て。妻がカピバラを見つけて喜んでいます。うん、あ、マイさん来た。お、やった、次勝ったらアマチュア1部に上がります。こっちこっち、これは負けられない。こっちほらこれは負けられないですね。頑張ります。お前この前は 何カップのやつ、その目にちなんでカピバラ温泉を開いたって。めっちゃかわいい。これは負けられないですね。全然聞いてくれんし、カピバラさんって言ったら、カピバラさんめっちゃかわいいよ。でも早い、乗ってくるのが。ちょっとこっちも対応します。これはどうやらこっちの打ち勝ちましたね。ちょっと今回は勝たせてもらいますね。まずは一勝ですね。マイさんはね、1戦目の早めに打ってくる傾向があるんでね、ちょっと早めにこっち持ちました。なんかこれとこれ合うよね、多分。ちょっとミスってますね。ちょっとミスってますね。まあちょっとこれはかなり痛い。届かんか。
これはちょっと勝たせてもらいました。きたリアマチュア一部に帰り咲きがやっとできました。帰り咲き、やったー。やこの間ねアマチュア一軍か二軍に落ちた、一軍か二軍に落ちてもう一回一軍に戻りました。長かった、長かった。あれ長さの子供のイエーイってやつ、あ YouTube で YouTuber をいくつか子供のちょっと音声をね次使いたいと思います。イエーイイエーイ自分で言ってます。妻も喜んでくれています。あマイさんが出てこない、なんかもう妻はブーブー言ってます。マイさんが負けたから出てきてくれませんね。マイさんでもねこの間僕に勝ってプロリーグに上がっていったんですけどね、はい、ちょっと喜びがすごいです。ちょっと人がいないんで一旦抜けてからもう一回入ると出会える説、出会えない。でもアマチュア一軍に行っても次何？アマチュアのリーグの次がプロディビジョンリーグ、まあプロリーグっていうやつですね。プロビジョン、プロディビジョンですね。プロディビジョン、うん、プロディ、プロディビジョンですね。プロディビジョンの次がプロ、その次がワールドストロークラスですね。ワールド何？ワールドスター、ワールドスタークラスですね。妻に説明しながら喋ってます。ちょっととことんぷよぷよで練習します。あっ消しもだ、強なっとんちょっと、妻から強なっとんちょっとはと言われてます。強なってると信じてます。信じてるだけよ。妻に信じてるだけやんと言われています。ルーマ早起きてきいよ、パパも早くルーマの指導してよ。うん、ちょっともうルーマは、これうまいこと消したいな。クソ赤が来ない。まだ見て。赤が来ない。ああ残念。
妻に旧盛りと言われています。顔がやばい妻からもうバリ雑言を浴びています。こい、誰もいないか。今日はこの辺で終わりたいと思います。イエーイ、わーい、なんとか勝ちました。ありがとうございました。